丈夫？どんどん上がってきてるじゃん。その窓開けた方がいいんじゃないか。まだ水増える？ここね、1階まで生まれてきた。家で津波撮ってます。さっき一軒家流れてきました。一回水没だ。もう一回まで沈んでしまいました。何メートルの津波が出てる、ね、ああお金や。
も帰ってこねえ。頑張れ。そこ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 あそこの角挟まってや、こっち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 、あそこあそこスクラップサイドや、いいんだみたいな車流れで一つ相手家のやつ流れてたんだな。頑張れよ、来た頑張ってください、今下がってきたらよ、もう少し頑張れよ、頑張れ。どうすんの、そう、どうしたって助けんだべ、俺は何したらいい、
バックレ、バックレ、一個取りやすいなから切ってるね。頑張って、大丈夫、大丈夫。はい、切ってから。その紐持てるか？その紐引っ張れるか？流れゆっくりになってからでいいから。慌てるな、慌てるな。この家なくなったみたいな。ああ。あっちだって流さないで家行け。無理は？でもう少し待ってろ。引くまで待ってろ。じゃあどっかに引っかかってるだけでも大丈夫んで。大丈夫か？だんだん下がってくる。うん、潮下がってくるから大丈夫だから。もうちょっとで、もうちょっと。うん。あとは流れてくるもの気つけて。掴めないか？それで掴んでここまで来たらだいぶ上がっと思うんだ。あの木行った、木あとはそこの電柱を登った、危ねえか、その電柱ね、登れっかもや。力入んない。力入んないから、で、そのままにしろ。そのままにしろ。頑張ってください。うん。助けに行くから、潮下がるまで待ってろ。で、一回中に入るから、そこさえいろよ。頑張ってください。もしベッドないの？待ってて、一人なの。だが。もうちょっと助けろ。いいよ。はい、後ろに来ていいよ。